あいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days 記念特番兵庫 E 県民プレゼンツあいみょんの PM700。 この番組は兵庫県地域創生課の提供でお送りします。時刻は7時を回りました。キスナの皆さんこんばんは。サウンドクルーのあいみょんです。昨日に引き続き今日のこの時間も私あいみょんのあいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days を記念しました特別番組兵庫 E 県民プレゼンツあいみょんの PM700 をお届けします。今日のテーマはあいみょんと未来ということで、これからの思いなんかをこうふわっとお話ししながらキスナーさんからいただいているメッセージを紹介できたらなと思います。一番近い未来といえばですね、今週末12月14日土曜日15日日曜日の、2days ですね、神戸ワールド記念ホールでワンマンライブを開催します。神戸ワールド記念ホールのステージに立ったのは、チャリティー音楽イベントカミング神戸、私立ちましたっけ、ですよね、立ってないですよね。だから実質ワールド記念ホールで歌うのは初めてになりますね。カミング神戸には何度かお邪魔させていただいてはいるんですけど、もうメインのだからステージでは歌うの初めてなので全く想像がつかへんですね。上神戸以外で神戸ワールド記念ホールの思い出としては、なんかあの辺ってアイススケート場の方ですか？ありますよね。あっこ行ってましたよ、よくお父さんとかと。あ、懐かしい。なんかそういう思い出とかある。なんかあそこまで行くのにってモノレール乗れるんですよ。でモノレール乗って行くのすごい楽しかったんだなって移動の思い出やっぱモノレールなかなか乗れないですからね。うん。だから当日もみんなモノレール乗ってくるのかもしれないですよね。現在順々とこういろんな地域を回っていますあいみょんツアー2019シックスセンスストーリーの兵庫公演となりますね。しかもそのね、大きな会場でですよ、神戸ワールド記念ホールで2日間、まあ、地元ということでやっぱ他の会場とは緊張感というか、なんやろ、よく言うじゃないですか、地元でライブしてきたらなんかただいまおかえりみたいなやりとりで、ほんまの意味でなんかただいまって思っちゃうかも。うん。ようやくですもん。兵庫県って、あ、じゃあ西宮ってライブハウスないんですよ。西宮は、ホールかな？アミティホールとかあるんですけど、ライブハウスがなかったので、やっぱこう、なかなかこうライブやるってなると、まあもちろん神戸の太陽と虎とかはあったんですけど、やっぱ大阪だったりとか、うん。の方に行くことが多かったので、やっぱ兵庫県でこんだけ大きいホールでっていうのは、なんか自分にとっては良かったですね。西宮にライブハウスがなくて良かったのかもしれないです。お前が大きくなるまでライブなんかできんぞみたいな感じで、そのいい意味で、優しい意味でこう、自分に試練が、愛する地元に対して、もっとやっぱちゃんと大きくなって曲を聴いてほしい。兵庫県のみんなにって思うと、それぐらいやっぱ大きいホールがあって、その下がないぐらいの方が、なんかやっぱ良かったんかなって思って、ようやく、だからライブができて嬉しいなと思っています。そうね、兵庫県でのワンマンは、神戸チキンジョージかな？で、やらせてもらって、それ以来なので、もう、楽しみに。うちの家族はついに来てくれるかもしれないですね。うん。なぜなら近いから。理由。なぜなら近いからなんです。うん、来ると思いますよ。うん。あと、アルカイックホールでは、アルカイックホール懐かしい！西宮はアミティホール。尼崎はアルカイックホールですね。学生コンクールやったなぁ。多分あれですよね、地元のライブってなるともう話止まらなさそうで怖いですね。その MC もうどうしよう、地元の話に花咲かせすぎたら。でも多分私のライブ見る人、初めて見る人ほとんどやと思うんで、いや今回のツアー結構聞くんですよ、その私のライブ見るのどれぐらい初めてって聞いたら、結構ほとんどなんですよ。やっぱこう、もちろん、
ライブっていうものもやってきましたけど、やっぱ音源をこう作りつつ、毎度こう新しい音楽、曲を作ってライブしてるから、まあ、そこまで確かにすごい頻度でライブをやってるかって言ったらそうじゃないかもしれへんから、まあ、特にね、2018年あたりぐらいから私を知ってくれてる人が多分増えた中での大きいツアー やから、兵庫県民でも多分私を見るの初めての人がほとんどやと思うから、もしかしたらただいまじゃないかも、初めましてかも。もう予想もつかない。2days になる気がしております。ではここで一曲聴いてもらいましょう。あいみょんで真夏の夜の匂いがする。あいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days 記念特番兵庫いい県民プレゼンツあいみょんの PM700。今日もこの時間はサウンドクルーあいみょんがお送りしています。このパートではキスナーの皆さんからのメッセージをなんと音声でいただいておりますので聞いていきたいと思います。岡山県の倉敷市在住の京ティンです。聞いてみたいことは他の芸能人に似てるって言われたことはありますか？あるよ。兵庫県に住んでる美里です。うん、あいみょんさんは逆にどんな人の曲を聴いてるのか知りたいです。兵庫県に住んでいるスピッツとかカノンです。聞いてみたいことは趣味とやってほしいことは、うん、高校に来て歌ってほしいです、趣味は最近植物が好きです、ね、在住の浩平です。あいみょんさんの、はい、兵庫県のおすすめの場所が知りたいです。ララポート、ララポート、ララポート、聞いてみたいことは、どうして歌手になろうと思ったか、なんかきっかけがあれば聞いてみたいです。お父さんの影響ですかね。名前はゆかりです。あいみょんさんに聞いてみたいことは、はい、マリーゴールドすごく好きなんですけど、あれは私的には恋愛ソングじゃなくて、その友人とかそういう大切な人のことを思った歌だと思ってて、それはどういうこと、どういう背景があるのかを聞いてみたいです。聞いてくれてる人それぞれの捉え方ができる音楽であってほしいなと思いますね。マリーゴールドで、はい、握手会してほしいです。握手会、ルーカスと申します。考えます。あいみょんさんに聞いてみたいこと、いつからシンガーソングライターを志そうと思ったんですか？いつも18歳ぐらいかな、曲を聴かせてもらっています。今後も応援しています。頑張ってください。神戸市のゆうきと申します。あいみょんさんに聞きたいことは、マリーゴールドっていう曲が好きなんですけども、あの歌はどうやって作りましたか？どうやって？僕は西宮じゃないんですけど灘区なんですけど、あ、灘区の方ね。ワールド記念ホールでライブ行きます。おー、やった。川西市ミョンです。兵庫県からすごいなって、夢あるなって思います川西で学校来て、歌ってほしいです。やりたい、ほんまにやりたいんですよ。私西宮とか頑張ってください。つぐみです。なんであんなに歌が上手いのか聞いてみたいです。めっちゃ歌下手くそやったんですよね。なんでそんなに歌が上手いんですか？めっちゃ下手くそ。花火大会とかで歌ってほしいです。あ、花火大会、ね、頑張ってください。ありがとうございます。いやね、すごいね。うん、おすすめの場所、ラポート甲子園、よくあそこのマクドナルド行ってましたね。マリーゴールドはどうやって作ったって言うと難しい。ほんまにアコースティックギター一本で作ったんですけど、あれはね、マリーゴールドのリリースが2018年かな？曲ができたのが実は2017年で、の夏やったんですけど、なんかね、やっぱこう、まあ純粋にいつもなんですけど、いい曲作りたいっていう風にただ思ってて、あとやっぱ残る音楽をやっぱ作っていかないとっていう、自分の中で あって、その音楽をもちろんこう楽しみながらやるっていうのがもちろん大前提にありながらも、やっぱり残っていく音楽を生み出したい。生み出せるものなら作りたいっていう気持ちがもう未だにずっと強いんですけど、その中で、出来上がった曲ではありますね。うん。なんか君はロックを聴かないという曲をリリースした後により一層強く思ったというか、自分にはもう一つなんかこう頭飛び抜ける楽曲が
埋めるんじゃないかとか、生まなきゃいけない気がするとか、作りたいっていう思いがあってできた曲がマリーゴールドっていう曲でしたね。いや、ありがとうございます。いろいろ質問いただいて。はい、応援メッセージ来い。浜野博明です。はい、西宮の方もたくさん来られてると思うので、うんうん、ぜひ盛り上げてください。ライブね、ありがとうございます。神戸市在住の鴨小春です。マリーゴールドが好きです。とても独特というか、その世界観がある歌声で素敵だと思います。これからも頑張ってください。岡山県です。二人の世界です。はい、大好きです。頑張ってください。大阪から来ました、いいね、池部と申します。あいみょんさんへのメッセージになりますが、よく、曲聴かせていただいております。ありがとうございます。すごく大好きです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。いつもよ曲聴いてます。これからも頑張ってください。滋賀県出身の田中です。はい、田中さん、好きな曲はマリーゴールドです。頑張ってください。大阪のまなみです。マリーゴールドが好きです。神戸市在住の雫です、ね、と同じ兵庫県民としてすごい誇りに思います。嬉しい。初めてマリーゴールドが聴いた時、すごい表現がすごくて、今まで聴いたことのないような感じで、そう引き込まれたので、これからも頑張ってほしいです。めっちゃ西宮市在住のライパチです。同じ西宮市出身っていうのですごい有名になっててすごいなと思うし、その曲もすごいかっこいいなって思います。ありがとうございます。ライブ成功するように頑張ってください。陽子です。好きな曲はマリーゴールドです、大好きです。頑張ってください。東大阪市の龍馬です。今夜このままが好きです。神戸のリンです。好きな曲はマリーゴールド。これからもいい曲を作ってください。神戸のなつきです。はい、夢追いベンガル、よく曲を聴きます。頑張ってください。熊本から来ましたかなえです。あいみょんさんの君はロックが聴かないが大好きです。ありがとうございます。熊本に私も好き来てください。明石市のルードです。春の日です。明石市のあゆきです。あなた解剖純愛かって頑張ってください。兵庫県稲川町の好きな曲は春の日で、ネガティブになっちゃった時にポジティブに物事を考えれるようになったので好きになりました。神戸ワールド記念ホールでライブをするっていうことなので頑張ってください。思想市に住んでます、はい、愛です。好きな曲は二人の世界です。いいよね。あいみょんさんのハスキーボイスが大好きです。これからも素敵な曲を作ってください。ありがとうございます。応援してます。明石市のゆうきです。はい、マリーゴールドが好きです。頑張ってください。明石市のタッキーです。これからも頑張ってください。東京都新宿区上落合のツナモンです。いつも聞かせていただいてます。大阪府に住んでますアイカです。あいみょんさんのライブに行きたいと思ってるんで、また大阪に来てほしいです。神戸市に住んでますみゆです。好きな曲は今夜このままという曲です。いいよね。神戸市のさきです。いいね。神戸ワールド記念ホール頑張ってください。神戸市のほのかです。マリーゴールドが好きです。これからも頑張ってください。兵庫県神戸市に住んでいるあまねです。西宮に住んでいるともきです。兵庫の誇りなんで、もっと頑張って活動してください。ほんまに頑張ってください。私は来年の2月のライブに行くので、追加公演ってことかな。大阪城ホールかな。応援してます。楽しみにしてます。埼玉県ひとみです。あいみょんさんの声が好きです。西宮市に住んでいる夏です。地元ということで、地元を盛り上げてもらえればなと思います。頑張ってください。任せてくださいですよ、トータル。もう、コメント。皆さん。兵庫の誇りですって。なんか私は、どこかやっぱそうやって地元の誇りになりたいとか、地元の自慢になりたいっていうのをやっぱね、すごい思ってたりはしたので、実際そうやって声を聞けると嬉しいですね。うん。そんな、鼻緒が高くなるとかじゃなくて、そういう声を聞けることによってやっぱもっと頑張ろうって思いますし、うん、ありがたい、ありがたいですよ。なんかからメッセージ来てますけど、じゃないですね。私の違う、あ、違う。あ、違う。はい、じゃあ、ここからはですね、キスナの皆さんから、いただいております。メッセージを紹介したいと思います。ではでは、
紹介したいと思います。岡山県北区にお住まいの、キスネームりょうちむさんから、いただいております。メッセージを見ます。あいみょんさんこんにちは。今までたくさんの地域でライブをしてきたと思うのですが、あいみょんさんのライブでのあるあるってありますか？そうですね、私のライブあるあるは、まあ、あいみょんチームのあるあるなんですけど、まあ、私がライブ本番ギリギリまで永遠に喋ってるっていう、それでみんなが心配するっていうあるあるはあります。声出しとかはしないんですよ、全く。ただみんなとそうギリギリまで喋ってることがリラックス効果もあるし、声出しにもなってるかもしれない。うん、なんかね、私声出し恥ずかしいんですよね。なんか楽屋って私がはーとか言ってなんか面白くないですか？いや面白くはないんやけど、なんか私はそういう、私が声出しとかすることによってバンドメンバー緊張しちゃうと思うんですよ。なんかわかんないですけど、やらなあかんことかもしれないけど、それやったらバンドメンバーとかとなんかこうリラックスしながら頑張ろう頑張ろうってわーって言ってる方が好きなんだけってでも喋りすぎも良くないですけどね。ちゃんと声出しするときは声出ししたいと思います。ありがとうございます。そしてもう一枚いきます。大阪府茨城市にお住まいのキスネームバスルームの花子さんからもらってます。みょんちゃんやっほー、この間の大阪のライブ行きました。ワールド記念ホールも2日目に行く予定です。今回のツアーは日本全国いろんなところに行ったと思いますが、移動時間はどんなことをしていたのですか？移動時間は基本的に何やろ、本読んだりとか、あとマネージャーさん中ちゃんと話してます話してる。何やろ、いろんなニュースのネタとか、こんなことがあったらしいですよ、怖いねとかみたいなかな。あと寝てますよ結構。うん、寝たりとか。でもね、ほんまにツアーっていろんなことが起きるからね、移動中とかもいろんなハプニングもあったりとかするので、ツアーって面白いなと思いますね。次、福岡県にの北九州の方かなにお住まいのキスネームエリナちゃん。私にとってあいみょんは生きる原点であり生きる源です。辛い時いつもあいみょんの歌とメッセージに助けられています。いつもありがとう。そしてこれからもエイムでいさせてね。わー嬉しいですね。23歳、私と1個しか違わないですよ。なんか同世代の女の子にね、こうやって応援されることってないと思ってたんですよね、自分は音楽をやることで。めちゃめちゃありがたいし、やっぱこういう子たちにすごい今は助けられてるな、生かされてるなって私もむしろ思いますね。うん、ありがたい。お次、兵庫県西宮市を宮古にお住まいのキスネームちーちゃん。あいみょんさんに質問です。いつもライブ中に思うんですけど、汗かいてますか？いつもおすがすがしいなと思って楽しんでます。私ね、汗かかないんですよ。汗腺閉じてんのかな、全部。なんかね、昔から汗かかないんですよ。部活やってた時はあれですけど、帰ったかもしれないんですけど、なんかね、ライブ中とか全然汗かかなくて。だからね、それ、ポジティブな意味で言うと、確かに、まあ言うたらメイクも崩れへんし、いいんですけど、なんか、必死にやってるのが伝わっ、汗のせが出えへんことによって、なんかこうめっちゃ楽にこうやってるなって、思われたら嫌やなって思ってる時期ありました。その、汗一つも垂らさへんのか、みたいな。でも違うの、めちゃめちゃ楽しんで、めちゃめちゃ必死に動いてるけど、なぜか汗かかないんですよ。いいことなんかな。でも、体には良くないですよね、やっぱね。なんかね、ちょっと対策考えます。次。兵庫県姫路市にお住まいのキスネーム、あかりさん。22歳女性の方ですね。あいみょんこんにちは。空の青さを知る人よが新曲でラジオで流れ始めた頃に、お母さんが私に、新曲聴いた？あいみょんはやっぱり歌詞が可愛いな。チョコ味のキスやってーって嬉しそうに自慢してきたので、ちゃんと訂正しときました。ホラー映画とキャラメル味のキス。キャラメル味のキスですね。全然違う。神戸のライブに行くので、この曲が聴けることを楽しみにしています。あいみょん大好きです。お母さんどこで間違えたんやろ。まあ、なんかちょっと
お母さんだからそういうチョコ味のキスのメモリーがあるんじゃないですか。キャラメルなんてそんなちょっとビターな方よっていうね。やっぱ大人やからお母さん世代はやっぱビターな感じよ。ほんでキャラメルなんてね甘ったるくてすいませんってちょっともう謝りたいぐらい。次、富山県にお住まいのキスネームアミを、メッセージ読みます。授業中机とかノートに永遠にアイミョンで書いちゃいます。どうしたらいいですか。かわいい17歳。でもちょっとわかるんですよ。私もこう好きなアーティストの名前を中学校の時とかあの木の机に書いてた。うん、ちょっとねあれ机書きすぎたら授業中パッてあの手のこのうち何て言うのこの外側か見たらちょっと黒くなってるんですよね。あー、もうやめなくていいよ、それは。もういい、もういい、それはもう、ぜひ。でもただ、なんかその、たまに、その机で、めっちゃ焦げ茶やから、書いてもあんま目立てへんや、目立たへんやつあるけど、たまになんか、すんごい白い板の机に当たるときありません？席替えとかでもすんごい白いの。なんでこんな白いね。もう落書きしたら、一発でバレる。白い。机あれやとちょっと目立つかもしれんから、まあ、茶色い机であればもう全然アイミョンってあのたくさん刻んでいただいてねいいなと思うんですけど。へえ、かわいいな、めっちゃ懐かしくなっちゃった。やってた、アイアイ傘とかね。あ、これいいね。兵庫県西宮市14歳の女の子かな。キスネームピーモ。アイミョンツアー行ったで。私はアイミョンに一生束縛されるつもりですが、アイミョンは何に束縛されたいですか？束縛されたいか。なんやろう。まあ、できればめいっ子一個とかにね、束縛されちゃってね、もうおばさんいなきゃ生きていけないよってなってくれたら嬉しいですけどね。もうおばさんがいないと、つってもう言ってくれたら嬉しいかも。もうめいっ子一個。に嫌われたくないもん。わかりますよね。わかりますよねって聞くのもおかしいですけど。ディレクターさんにね。そう。うん。まあ、でもなんか、いろんなものに束縛されて生きてみるのもいいかもしれないですね。今は結構割と私自由に解放しながら自由になんかいろいろやらせてもらってるから、一回こうなんかすごい狭い枠の中で生きてみるのも面白そうですよね。なんかね。うん。たくさんメッセージありがとうございます。この後もメッセージまだ紹介するので、ここで一曲聴いてください。あいみょんでマリーゴールド。あいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days 記念特番、兵庫 e 県民プレゼンツ、あいみょんの PM700。昨日に引き続き、今日もこの時間、あいみょんがサウンドクルーとしてお送りしています。今日のテーマはあいみょんと未来ということですが、目標を掲げたり、未来を考えたり、夢を語ったりすることは普段、結構やっぱありますよ。やっぱ取材とかね受けさせていただくことが多いですけど、やっぱこう将来じゃあどんな女性になりたいですか、どんなアーティストを目指していきたいですかっていう質問とかってやっぱ多いので、結構その自分の未来について考えることは多いかな。でもなんかね考えすぎても良くないんですよね。もう未来のことなんかやっぱ 4,5 年先10年先のことを考えるよりも明日し明後日ぐらいのことを考えてる方が気が楽というか、うん。明日し明後日ぐらいの方が生きてる可能性高いじゃないですか。今の状態のままで。先々のこと考えすぎるとすごいなんか気がめいっちゃうから、明日、明後日ぐらいのことを考えて、なんか最近は生活してるかなと思いますね。その夢を語るのはすごい好きですよ。あくまで夢なんで。何でもあるじゃないですか。夢の中って。だから、夢を語るのはね、得意ですよ。妄想が好きなんで。うん。あ、私先月、11月、え？私先月11月30日にメジャーデビュー3周年。早っ！びっくりした今。気づかんかったですよ。4年目に突入するってことですもんね。うわぁ！そうか。11月30日にすればメジャーデビューしました。覚えてます。メジャーデビュー5周年の頃、5周年ってことは、あとだから、2年後ってこと？そうね。どんな風に、まあなんかまあまあまあ、それなりに、人として、
怠惰な生活を送ってなければいいかな。でもやっぱね、曲は作りたいですよ。そうやって。あの時、マリーゴールドとかができた時に、自分の人生が変わるかもしれへんって思ったあの衝動はやっぱりもう一回味わいたいですし、あの感動はやっぱり自分にしか分からへんかった瞬間なんで、それをもう一回だけとか、もう2、3回でもいいから味わいたいなって思いながら、なんかこう残る音楽を引き続き作れていけたら嬉しいなって思いますね、その何年後も。うん、そうね。ちょっとメッセージも紹介してみていいですか。何がいいかね。あ、男性、福岡県にお住まいの19歳男性、キスネーム、ワコさん。あいみょんこんばんは。2月のライブに当たって、そのために必死にバイト頑張ってます。あいみょんさんなしでは、今の私の生活は成り立たないぐらい毎日曲を聴いています。これからも心を揺さぶりまくる曲を私たちに届けてください。なんか嬉しいですね。なんか私よく、自分も10代の頃とか好きなアーティストに対してはもうほとんど恋と同じもんやと思ってて、やっぱね、結構もうその音楽を聴くだけで生活が豊かになって楽しくなっちゃうって、もうそれを恋やんと思って、この19歳のね男の子が今自分にもしかしたら恋をしてくれてるかもしれへんと思うと、頑張ろうって思いますね。お姉さん頑張ろうって思いますね。そうやって自分よりも若い子たちからもこうやってメッセージをいただくわけですよ。ね、その私の影響でギターを始めたいっていうキッズキスナーからもメッセージが届くことがあるそうで、やっぱ、なんやろ、よく言われますよ。なんか、その学生、今自分よりも、私、今24歳ですけど、よりも若い子たちになんかメッセージありますか？でも私そんなもう、まだ言って人生半分も生きてない人間が、同じ人間にアドバイスできることなんてなくて、アドバイスなんかしちゃダメなんですよ。同じ人間が育っちゃうじゃないですか。私のクローンが生まれたって仕方ないじゃないですか。だから、そういうなんか、私になるためにはこうしたらいいよとか、そういうアドバイスは全くもってしたくないし、できないんですけど、ただ、その、自分よりも若い子たちには、やっぱりどうしてもこう、最近は、ちゃんと自分の目で表の世界を知ることがないんかなと思ってて、ネットニュースだったりとか画面越しに見る今の現状しか分かってないんかなって思うとすごい寂しいから、やっぱこう外に出て景色を、今のこの景色現状を自分の目で確かめてほしいし、自分で体感してほしいなっていうのはすごい思うから、好奇心がやっぱ旺盛であるっていうのはすごいいいことかなと思うから、なんか気になったことがあったりとか、なんかやってみたことがあるものにチャレンジしていくっていう気持ちはすごい大事なんかなって思うので、そのギターを始めたいっていうのも、まあ今はもう楽器屋さんで触れるから、すごい売り込んでくると思うけど、すんごい高いギターをね、こう渡されるかもしれないですけど、最近は何でもチャレンジしやすくなってる時代ですよ。昔とかに比べると、すごいチャンスやと思った方がいいと思います。誰でもこう、突然、ね、まあ、いわゆるシンデレラストーリーみたいな感じで、世の中に飛び出せていける世代なので、いろんなことにチャレンジしたら、するのもいいんじゃないかなと思いますね。うん。先輩風吹かしてるみたいなコメント。10月に行われたあいみょんツアー2019シックスセンスストーリーの大阪公演でも、ちょっとね、私がこう、右に動いたり、手を上げてみたりすると、たくさんの、レイディーたちから、ガールたちから、可愛いと叫ばれてるんですけども、あれは、何やろ、もう、とりあえず可愛いって言っとこうっていう気持ちじゃないよね、あれ。もう、なんかね、不思議な気持ちになりますよ、やっぱり。そんなことが人生で今までなかったから、女の子に、可愛い、キャーみたいな、黄色い声援をもらうことってないじゃないですか。やっぱこうステージ上がって幕が開いた瞬間に、もうみんなの、もう女の子、特に女の子のもうキャーっていう声援を聞くと、いや、すごいやっぱ嬉しいが勝ちますけどね。うん。ただでもほんまにそのなんか、そんなに、もうみんなからするともうめちゃめちゃ上がってるわけじゃないですか、私っていうあいみょん像が。もうね、それを崩したあかん気がして、もうほんまに一回、スピッツの草野正宗さんと対談させていただいたときに、その私がすごい正宗さんのこと大好き大好きっていうのを言ってた
ら正宗さんとちゃんと初めて対談するときにもう会わへん方がいいと思ったって。やっぱ私の中の草野正宗さんっていう像があるからそれを崩したくないから会いたくないかったみたいなことを言われてておっしゃってたので、その気持ちがやっぱ分かりますもんね。ほんまにみんなが思ってるあいみょんと実際のあいみょんがあまりにも差があったらどうしようって思うからそれが毎回不安ですね。あのめちゃめちゃ嬉しいけどほんまにいつもあのあいみょん女子たち、あいみょんガールたちありがとうございます。そしてこの何ですか、世界にも数多く存在していてほしいなと思う、私のファンの皆さんに対して思うことなんですけども、もう最近はやっぱりこうね、ファンのみんながあってのアーティスト活動やなっていうのは心して思っていることで、やっぱこんなね、ありがたいことにシングルもたくさん出させてもらってアルバムも、それはやっぱファンの皆さんが私の音楽を聴いてくれてるから、喜ん、なんかその楽しみに待っていてくれるからできることやなと思いますし、なんかやっぱね、自分にファンっていう存在ができるっていうのもすごいやっぱ嬉しいですよね。なんか頑張ろうって思えるのは、頑張ろうと思えたりとかしっかりしようとかヘロヘロしてたらあかんなって思えるのは、最近は、前までは親の顔が先に浮かびましたけど、やっぱ最近はなんかファンのみんなのことを思うことが多いなと思いますね。しっかりしようっていうふうに思えております。ありがとうございます。過去の私にメッセージを残すのであれば、ラジオで声をやっぱちょっとワントーン上げてたのは良くないよって、やっぱそのね、コンプレックスがありましたからね、地声が低いっていうのにコンプレックスを感じてたのがあって、やっぱラジオとかで聞く自分の声ってもうね、びっくりするぐらい 太いんですよあれって思うぐらい、私こんな声低かったかなみたいな、それを気にしたのか、ちょっとねワントーン上げたり下げたり調整してはいるんですけども、ありのままでね、いいんじゃないのっていう感じですね。未来の私へメッセージを残すのであれば、そうですね、もう今この現状でさえもすごい素晴らしいスタッフさんや何です、私に携わってくれてる皆さん、恵まれてると思ってるので、それはお前の行動次第で崩れるからなっていうかな。せっかくこんなに恵まれてるのに、それはもう偶然とかたまたまやと思っとけっていうのは言いたいですね。それは自分のお前次第の行動で全部未来は変わってしまうぞっていうのは言っておきたいかなって思います。あとこれから兵庫県でやってみたいことはね、いっぱいあるんですよ。私はもうやっぱ西宮にライブハウスはないって言いましたけど、球場があるんですよ知ってました？その球場しかもライブできるらしいんですよ。でもそのライブするにはすんごい数集めなきゃいけないらしいんですよただでもね、あの場所はやっぱりいつかと思いながらもう妄想してます。いつかそこでホームラン打てたらなと思っています。ではここで一曲聴いてもらいましょう。あいみょんで空の青さを知る人。あいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days 記念特番、兵庫 e 県民プレゼンツ、あいみょんの PM700、 昨日と今日のこの時間、サウンドクルーあいみょんがお送りしてきました。そろそろお別れの時間になってしまいました。2日間たくさんメッセージいただいてて、ちょっと紹介しきれなかった分もあるんですけども、お名前を紹介できたらなと思います。ケイタケイタ、チャンユ、ニヤコ、フランセ、マカロニ、ゴム、アスカ、マコッチ、ヌル、トムヤくん、うちのおちびちゃん、フミョン、タラ、アカリ、ラピュタ、ココ、マルガリ、マナ、タケミョンミョン、マサマサ、アソブ、アマノリン、ステフ、モッチャン、トーさん、ジャマシタ、ルーシー、ユイミョン、ビッチャン、マーヤ、ヒデミョン、ハル、エリナ、イツキ、ミカッサ、リリカ、カンネ、ユリミョン、ハナチョン、マヨン、ニヤちゃん、ユナピ、リオ、ヤマちゃん、ルリコ、森の親父、ナユタ、市原の春、ノリさん、金町、ミモパパ、ヌル、ヌカルミピーモ、オクラ、花尾、ワコ、モリ、モモリ、もう噛んじゃ、ワコ、モリモリコ、アイミョン大好き高校生、
他たくさんほんまにもらってます。ありがとうございました。2日間なかなかこんなに兵庫県のことを熱く話す機会もなかったんですけども、本当ありがたいなと思います。兵庫県に生まれてよかったなって改めて思いますね。こんな県を掲げて私を応援していただけるっていうのもすごい嬉しいですし、頑張ろうって思うし、なんか何かこうね、私が音楽兵庫県出身、西宮市出身って言ってることで、何かこう県にとって西宮市にもとっていいことが起きればいいなと思ってるんですけど、それなんか助けができるのであれば、なんかいいなと、面白いことができればいいなと思っています。いよいよ今週末12月14日土曜日、15日日曜日の 2days 神戸ワールド記念ホールでワンマンライブがあります。チケットをゲットできた方はぜひ一緒に楽しみましょう。ほんまにこんだけ大きいホールで2日間できるっていうのも本当に嬉しいですし、早くみんなにね、会いたいなと思っています。よろしくお願いします。では今日はこの曲でお別れしたいと思います。あいみょんで春の日。あいみょんツアー2019シックンセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days 記念特番、兵庫 E 県民プレゼンツ、あいみょんの PM700、サウンドクルーあいみょんでした。バイバイ。